1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なりでスタートしました。第5レースはばらついたスタートになって1番はへこんでいます。2コースから好展開は2号艇の那須ですが、さあ1周1マーク、2号艇の那須がトップで待って、その内側から3号艇の上野、そして4号艇の前田が指していきました。2号艇の那須啓太一歩リード、スタートは前提正常でした。2号艇那須まだわずかなリードで追いかける4号艇の前田、さらには3号艇の上野、1周の2マーク、まずは2号艇那須啓太、内を狙ってくる4号艇の前田ですが、先頭はキープです。2号艇の那須がリードを広げた。2番手が4号艇の前田翔太。1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。1号艇と2号艇が少しへこんでいましたが、センター3コース3号艇の小野、かなり踏み込んでいきましたが、どうやら早すぎるスタートになりました。お手持ちの投票券は最後まで大切にお持ちください。なんと3号艇の小野聖奈がここはフライングとなってしまいました。3番に関する投票券発売額と同額で返還です。大切にお持ちください。2マークトップで向かっているのは1号艇の前田翔太、続いて5号艇の岡崎、6番を回してから4号艇、そして2号艇が折り返します。先頭抜け出しているのは1号艇の前田翔太。第10レース1着前田翔太選手、お疲れ様でした。お疲れ様でした。前半の5レースなんですけれども、かなりしぶといレースでしたよね。そうですね、今節乗り心地とかが来てるんで、はい、その辺でなんとかレースいい着取れてます。レースがしやすい、はいはい。そしてパワー的にはどうなんでしょうかね。まあ、特別言われる感じじゃないですけど、はい、もう乗り心地がいいんでずっと何もしてないです。なるほどね、はい。輸出できる精一杯頑張ります。お願いします。第10レース1着前田翔太選手、ありがとうございました。ありがとうございました。